皆さんも大変ながらお待たせいたしました。日本で初めて迎えるビートルズのカラオケバンドでございます。皆さんの、ドラムは見えるでしょうか？見えます。あ、今日はね、はるばるリバプールからドラムを連れておりますので、ぜひ、楽しんでいただきましょう。ハリケーンズの人だったんですか？ハリケーンズの人をちょっとスカウトしましてね。はい、ちょっとひげを蓄えた方でしたけどね。こんな尖ったのもしてましたね。そういうことで、はい。今日はね、いろいろもう世界中からの報道陣が集まっておりますので、非常に注目の視聴率 72% といいますのでね、全米 の若者の犯罪がなくなったというですね、まずその1曲目からぜひよろしくお願いします。Now yesterday and today our theater's been jammed with newspapermen and hundreds of the dark moral of the nation, and these veterans agree with me that the city never has witnessed the excitement stirred by these youngsters from Liverpool who call themselves the Beatles. Now tonight, you're going to twice be entertained by them. Right now and again in the second half of our show. Ladies and gentlemen, the Beatles! Close your eyes and I'm away, now I know many days.
very eye-catching. Well, this is ear-catching, and here's George, and she's got the devil in her heart. ある特定の音だけを抜き出すという、まあ、技術があるんですけども、その中であの最近、まあ、いろいろなとこからあのドラあのリンゴのドラムだけとかジョージのギターだけとかポールのベースだけとかですね、抜いてるちょっと音源がちょっといろいろ出回っておりまして、それをちょっとあの使ってですね、まあ、ちょっとあのドラムの方がですねちょっと仕事の関係とかであのできなくなったもんでどうしようかって言ったらあの任せた提督がダイレックス方式って言ってあの、まあ、私が別途あのカラオケでダイレックスというあのコンプレックスの、ユニットをやってるんですけど、それはあのカラオケを使ってやってるんですけど、ビートルズもそれでやればいいんじゃないかという案を出しまして、でちょっと私がパソコンでひしこいて作ったのが今のトラックなんですけどですね、はい、ドラムは本物です。本物です。本物です。でたまにあのどうしてもやっぱり YouTube 上でそれがないっていうのがありましてね、それはあの世界中探して上手い人があの真似してるやつがありますよね、叩いてみたみたいな、それを抜き出して、そうですね、はい、ゆけテケテケゆげさんが、はい、それに、カウントとですね、まあ、ちょっとカウントだけだったらそうあの、ね、我々ちょっとあの失敗する恐れがあるので、ちょっと前振りであのその曲にまつわるあの有名なあの曲紹介とか、まあ、さっきエルサリバン の、 あのこう MC とかですね、そういうのをちょっと付け足してあの始まる時に心の準備がしやすいようにということで、あの丹精込めて作ったトラックを今回利用しています。はい、次はですね、まあ、3曲続けていきたいと思うんですけど、そのうちの2曲は、世界 の、 あのちょっとリンゴマニアが叩いたドラムの音をお借りしまして、最後の曲は、本物のリンゴが叩いている、だけど、キーボードは、ちょっと世界のマニアの人が、ビリー・プレストンマニアの人が聴いているっていう、曲をですね、ちょっと用意しておりますので、ぜひ。反応ください。あの一応一曲ずつっていうことで松田さんに今、あそうですか、だから一回止めてまだやるみたいな。了解です。お手伝いします。
それではあの有名なエド・サリバンでしょうか。The next song we'd like to sing now is one which is a bit slower. This is from the show The Music Man, and it's also been recorded by our favorite American group, Sophie Tucker. なんですよね。ご存知の方いらっしゃいます。札幌でちょっとね、あの1978年にあのもう昔のロックコンサートっていうのはもうビートルズもそうですけども、もうあの席自分の席も関係なく始まったら同時にガーッとこうステージに行ってましたよね。この年代わかるじゃないですかね。ところが今はもうその自分の席でこうやってますけど、それは一つの事故が昨日がそのね、事故の日でございましたね。どうでもいいか。はい。どうでもよくないです。そうですか。はい、皆さんで追悼しましょう。そうですね。真摯に、この事故をね、教訓として、今後のレインボーですね、その魂を込めてですね、安らかになれと R.I.P. ジェフベックということで、はい、はい、行きましょう。A one, two, three, four. Thank you.
こと思い出しましたよ。今日はあのこれはあれですか、全世界配信されてるんですか。あ、全世界、はい、配信一応あの松田さん許可取ってないけど、はい、さ今2人ぐらい見てました。はい、はい、いつもありがとうございます。ハローロシアから見てます。ロシアから、はい、ロシアとあのウクライナあたりからですね。それは人言ってますね。え、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。なるほど。はい、では、縁も竹縄ではございますが、最後の曲となりました、知ってる人がいたらぜひ一緒に行ってね、この間言ったら怒られましたけどもですね、もうすぐ、解禁になりますよね。4月春になれば2類から5類になりましてね、少し世の中も落ち着くんじゃないかという思いを伺いまして、原点に帰りましょう。バックトゥーザフューチャー。
ドラムが。